1974年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第26回大会である。4月にフランスのクレルモンフェランで開幕し、モンジュイックサーキットで開催された最終戦スペイン GP まで全12戦で争われた。ドイツ GP が開催されたニュルブルクリンクのコースサイドの金網に干渉剤が設置されていなかったことが問題となって、 トップライダーたちがレースをボイコットしたため、以前からやはりコースの安全性の理由によって、トップライダーやワークスチームが参戦を回避していた、マンシマ、TT と同様に他のグランプリには見られない、地元のライダーたちの名前が、リザルトに並ぶこととなり、この年の世界選手権は、前年同様に、全12戦だったが、実質的には10戦で、タイトルが争われることになった。 モノショックとなった1974年型ヤマハユーザー500この年の最大のトピックはジャコモアゴスチーニのヤマハへの遺跡である前年7年間にわたって守り続けた 500cc クラスのタイトルを後からチームにやってきたフィルリードに奪われたアゴスチーニはシーズンが終わると9年間在籍したメガボルトアグスタを離れメガボルト アグスタの4ストロークにとって最大の脅威であったヤマハの2ストロークでリードに挑むことを決めた。エースライダーのヤーノ・サーリネンの事故死によって前、シーズンの半ばにしてワークスチームを撤退させたヤマハだったがアゴスチーニという強力なライダーを得てこの年の開幕戦からの復帰を決定し、リアサスペンションにロードレーサーとしては初となるモノショックを採用した改良型のユーザー。 500を投入したのである。この年はまた、鈴木が日本のメーカーとしてはヤマハに続いてワークス活動を再開し、後にグランプリで一時代を築くことになるワークスマシン RG500 をデビューさせたシーズンでもあった。先にデビューしていたヤマハのユーザー500がデートな200用のユーザー750と共通のシャーシを持ち並列4気筒エンジンだったのに対し、 RG500 は2ストロークという点こそユーザーと同じだったものの、スクエア4気筒のエンジンレイアウトを採用した軽量、コンパクトをコンセプトとしたマシンだった。そして、鈴木がこのマシンを託したのが、ベテランのジャック・フィンドレイと前年、鈴木のサポートを受けて、フィム・フォーミュラ750選手権タイトルを獲得するなど波に乗っていたバリーシーンである。 P リードのメガボルト・アグスタ。メガボルトのマシーンは前年後半からキャストホイールを採用していた。ヤマハに移籍したジャコモ・アゴスチーニは前哨戦とも言えるデートな200マイルレースとイーモラ200マイルレースに優勝して好調なうちにシーズンを迎えた。しかし開幕戦のフランス GP を制したのはメガボルト・アグスタのエースとなったフィルリードだった。ほとんどのライダーがボイコットした。 ドイツ GP を挟んで、第3戦オーストリア GP では、アゴスチーニが山ハでの初勝利を飾った。アゴスチーニは、オランダで、シーズン2勝目を挙げ、初めての2ストロークにもかかわらず検討するが、スウェーデン GP で転倒した、バリーシーンを避けきれずにクラッシュして骨折してしまう。この怪我によって、アゴスチーニの1974年シーズンは、実質的に終わりとなり、タイトルは、 その後2勝を挙げて、シーズン通算4勝となったリードが2年連続で獲得した。結果として、これが、メガボルト・アグスタが獲得した最後の世界タイトルとなった。バリーシーンの手によって、デビュー戦となった開幕戦でいきなり2位を獲得し、オーストリア GP でも3位と最先の良いスタートを切った鈴木の RG500 だったがその後は、熟成に手間取り、 ハンドリングに問題を抱えていたことなどもあって時折、速さを見せたもののデビューシーズンで勝利を挙げることはできなかった。メガボルト、アグスタのフィルリードが序盤の数レースをメカニカルトラブルによって落とし、メガボルト、アグスタは 500cc クラスに専念するために、シーズン途中で 350cc クラスから撤退したため、このクラスはヤマハのマシンが完全に支配するクラスとなった。 前年、メガボルト、アグスタのマシンで、チャンピオンとなったジャコモ・アゴスチーには、開幕戦で、ヤマハのマシンでの初優勝を記録するとその後も、順調に勝利を重ね、第9戦ユーゴスラビア GP で5勝目を挙げて、メーカーを移りながらも7年連続となる 350cc クラスタイトルを獲得した。この年、250cc クラスを席巻するヤマハの、 資本マシンの前に立ちふさがったのは、このクラスに唯一ワークスチームを送り込んだ、ハーレー・ダビッドソンだった。ただし、このマシンは、ハーレーの名を冠してはいたものの中身はハーレーに、吸収された、イタリアのアイルマック製のものである。このマシンに乗るウォルタービラは、イタリア GP でグランプリ初勝利を挙げるとその後も、シーズンを通して、好調差を維持し、4勝を挙げて、ディーター・ブラウンや、 パトリック・ポンスといった競合、プライベーターたちを抑えてタイトルを獲得した。この年のダッチ TT250cc クラスでは、ケニー・ロバーツと片山高沈という後にワールドチャンピオンとなる二人のライダーがグランプリデビューを飾っている。ロバーツはデビュー戦でポールポジションを獲得するという速さを見せ、一方の片山はグランプリ初参戦から参戦目となる。 スウェーデン GP で早くも初勝利を挙げた。このクラスでも、ヤマハのマシンは早く、中でもディフェンディングチャンピオンのケント・アンダーソンは、不出場のドイツ GP と最終戦のスペイン GP 以外の全てのレースで表彰台に上る安定した強さを発揮して2年連続タイトルを獲得した。また、アンダーソンらの活躍によって 125cc クラスのタイトルも獲得したヤマハは、 この年出場した 50cc を除く4クラス全てで、マニファクチャラーズタイトルを独占することになった。唯一日本製のマシンが出場しない 50cc クラスは、この年もクライドラーのマシンが支配するクラスとなった。10戦中6勝を挙げて、初タイトルを獲得したヘンクバンケッセルをはじめとして、シーズンのすべてのレースをクライドラーのマシンに乗るライダーが制したのである。 500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、編集 50cc クラス、編集 500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、編集 50cc クラス、編集。ありがとうございます。